OS タンとは、コンピュータで使用される OS や、関連ソフトウェア製品を人の姿に基人化した、キャラクターである。女性を模したものは OS タンの他に、OS 少女、OS 娘、OS タンなど、男性を模したものは、OS 息子などと呼ばれる。XP メディアセンタータン95オズに、タン OS 転ン,ンミカウスタン人間以外の自然物や、機械などを人のように表す。 擬人化という表現方法は古くから用いられてきた手法である。近年ではコンピュータの発達、パソコンの普及によりソフトウェアやハードウェアの特徴を持った擬人化が創作されるようになってきた。先にキャラクターとして萌え偽人化され存在していた創作物として雑誌、テクインにおける吉崎観音の OS アイドルウィンちゃんや BSD のプリンセス、マジカル、 とこちゃんがある。OS 担とは、Microsoft Windows シリーズなどの OS や関連ソフトウェアをモチーフに、主に少女の姿をかたどって擬人化されたキャラクターたちである。多くの OS 担が生まれており、それぞれ製品に関係した名前や愛称で呼ばれ、製品仕様や挙動を取り入れた性格や外見をしたキャラクターが多く見られる。OS 担の世界観や設定は明確に決まっておらず、 いくつものキャラクター、様々なストーリーが発表されて、その中で受け入れられた設定や、世界観が受け継がれていく風潮がある。最初の OS 端として、目が描かれて以降、Windows シリーズをはじめとして、マッキン i n t o s h やリンスパイアなどの他 OS や、セキュリティソフト、他アプリケーションなどのソフトウェアが基準化され、派生キャラクターや他の設定を持つキャラクターたちとも、 クロスオーバー的に相互に関与することで、今なおその世界観を広げ続けている。最初の OS 端として、目が描かれて以降、Windows シリーズをはじめとして、マッキントッシュやリンスパイアなどの OS や電子ワクチン、その他のアプリケーション等のソフトウェアが基準化され、派生キャラクターや他の設定を持つキャラクターたちとも、クロスオーバー的に相互に関与することで、 今なおその世界観を広げ続けている。いずれのキャラクターについても、その著作にまつわる諸権利は当然ながら、各々の原作者が保有している。決して権利放棄やパブリックドメイン化等がなされたキャラクター、設定ではない点に注意が必要である。いくつかのキャラクターについては個々に原作者が特定されており、場合によっては、原作者によって著作権と二次利用についての 意思表示が明確に示されている。大きな設定として、トラブル、ウィンドウズという架空の漫画が存在する。OS ンはこの漫画の登場人物で、ご主人様の、年明という、冴えない青年と共に暮らししているとしている。この架空作品、トラブル、ウィンドウズは、架空のアニメ作品やゲーム作品として、メディアミックス展開されているとする設定もあり、有志の手によって、 フラッシュムービー作品として公開されたトラブル・ウィンドウズはこの架空の TV アニメ作品のオープニング映像として同様に OS p ッンはエンディング映像として設定されていることになっている。なお、原初の目のデザイン、架空の漫画トラブル・ウィンドウズが存在するという設定、トラブル Windows のタイトル及びロゴデザインについては、原作者が明確に特定されており、作者自身がその取り扱いについて意思表示している。一方で、トラブル、ウ、インドーズ、双葉敏明は、共に実在しない、架空の漫画と作者である。また、トラブル、ウインドーズを題材として、創作活動を行う者も,も多く存在するが、彼らは、双葉敏明という個人ではない。 参考書籍、トラブル、Windows OS 単ファンブックマイナス、8ト目のお部屋という目空きのホームページでその旨が記載されている。ありがとうございます。